播磨国風土記は、奈良時代初期に編纂された、播磨国の風土記である。平安時代末期に書写された写本が、国宝に指定されている。播磨国、俗に本紀の和同6年5月2日の条には、両政国に、下記の事項を記した、報告書を提出せよと命じたことが記されている。このような国情を記した、報告書が、風土記と呼ばれるようになる。回では冒頭などに、特定の書式があるが、播磨国風土記には、欠損があり、それは確認されていない。ただし、前述の回と同様であるといった意味の一文があり、回として書かれたものであることがわかる。播磨国風土記の成立年代に関する資料は残されていないが、令亀元年あるいは令亀3年に地方の行政組織が国、郡、里から国、郡、郷、里となったこと、播磨国風土記では国、郡、里が用いられていることから令亀元年前後に成立したものと見られている。あえてかつての表記が使われたとも考えられるが、他の名称の表記には揺らぎがある中で、里のみ例外なくかつての表記で統一された可能性は低いとされる。編纂が行われた期間は和同6年から令亀元年頃までとなり、その当時の国司であった小瀬村治、大井正、石川公子、青梅であった楽郎河内などが携わったのではないかと考えられている。播磨国風土記の伝本は、三条西家が所蔵していた平安時代末期の写本、三条西家本のみである。この写本は国宝に指定されており、現在は天理大学附属天理図書館が所蔵している。他に写本はなく、また、三条西家本も常に存在が知られているものではなかったため、播磨国風土記は一部が逸文として知られているのみであった。寛政8年に柳原則光によって伝本が書写されたことをきっかけに、谷森義富が三条西家の所蔵であることを確認、嘉永5年になって書写したことで世に知られるようになった。明治頃から本格的な研究が始められるようになり、栗田宏、標中古風土記、敷田俊治、標中播磨風土記、井上道康、播磨風土記進行などが出版された。播磨国風土記は、写本が残されている5つの風土記のうちの一つで、あるが、出雲国風土記のように漢本に近い形で、残されているわけではない。播磨国の創設、明石軍の全体、加古軍の冒頭、赤穂軍の全体が欠落している。各軍をおおむね南東部から南西部、北西部から北東部といった順に記載しており、播磨国の創設、明石軍の全体、加古軍の冒頭は漢書にあり、欠損したものと考えられている。明石軍に関しては、釈に本紀に逸文が残されていることなどから、記載されていたことは確実視されているが、赤穂軍に関しては手がかりが残されていない。欠損や脱落があった。あるいは現存する、播磨国風土記の定本が後本であったために、記載されていなかった、など、様々に考えられている。このほか、稲荷郡域の記事はあるものの郡名の記載がない。もともとは、郡名が記されていたが脱落したとする考えと、稲荷郡の成立は、風土記よりも後の時代で、加古郡の一地域としての因南浦として書かれたと、する考えがある。赤穂軍の記事がないこと、鹿間軍の記事などの一部に乱れがあることなどを根拠として、現存する播磨国風土記の定本は、国庁での最終的な手入れがされる前段階のものであったと見られている。この説が出された当初は、全体が未整理であるというものであったが、現在は追加記事が未整理の段階であろうという見方が主流となっている。これらの異論としては、現在と編纂当時では認識が違うとして、当時の一つの完成された記述方法を現在の感覚で未完成と捉えてしまっているのではないかというものがある。播磨国風土記では、意図的な改変の形跡が他の風土記と比べて少ないため、在地の伝承が比較的そのまま残されていると考えられている。文体が、古事記のような和文的な漢文であることや、後本と目される要因などから、この風土記の特徴として、素朴さが挙げられることが多い。間接的な要素も見られる日立国風土記とは対照的である。巻銘に盛り込まれた5つの課題のうち、播磨国風土記が忠実に答えているとされるのは、土地の肥沃さと地名の由来や、土地の伝承を記すことである。大まかな構成は、郡名の由来、里名、里の土地の肥沃さ、里名の由来、里にある村や山、川などの名称、その名称の由来、次の里名、となっている。いくつかの里では特筆すべき産物などが記載され、地名の変更も何例か書かれている。産物、改名に関しては、出雲国風土記と比べると記述量は少ない。朝廷は税制の参考にするために土地の肥沃さを課題に盛り込んだと考えられている。治める側としては慎重に対応せざるを得ず、他国の風土記では詳細な報告を避けている。一方、播磨国風土記ではかなり詳細に記しており、上中下を用いて上の上から下の下までの9段階で、ほとんどの里を評価している。ただし、上の上に該当する里はなく、他国の風土記では、詳細な報告が避けられたのに対して、東風土記では詳細に記すものの一段階下げて書かれた可能性がある。この評価に関して、1885年の軍単位の米の担当収量と比較すると、一部を除いて対応関係があるという研究がある。例外となったのは、華庫郡と左陽郡で、風土記では、華庫郡は低い評価、左陽郡は高い評価となっていた。華庫郡は、ため池が多く作られ明治期には、収量が大幅に増加し、評価に開きが出たと考えられている。収量による評価であったとすると、左陽郡については、説明がつかない。上記を踏まえ、その土地で作られる米がうまいかどうかというような、総合的な評価ではないかとの研究もある。具体的にはうまい米を作り出すための地形的、推理的条件を里ごとに考察したものである。この研究では、評価の高い場所を年制度でかつ推理が良い土地と考え、低いものとして水害地や水はけの悪い土地などを考えている。この評価も良い一致が見られ、収量では説明のつかなかった左陽郡の里も高い評価になるとされる。ただし、播磨国の最西部に位置している左陽郡では、他地域との隔絶性が評価を高くさせた部分もあると考えられている。地名の由来や土地の伝承が本文の中心となっていることは、他国の風土記とも共通する特徴で、巻銘でいうところの山、川、原、野などの地名の由来、古老に伝承されている旧文、ことごとの二つの項目にあたる。両者に厳密な区別はなく、神話などの土地の伝承も何がしかの地名と関連付けられている。風土記に記された播磨国内の地名は360例以上に及ぶ。記されているのは、郡、里、村、山、川、原、野のほか、墓、井、津、茶などである。このうち里は81例あり、里の数が、最も多いのは、揖保郡の18里である。1里の人口は約1000人と推定されており、揖保郡の人口は約18000人であったことになる。明石郡、赤穂郡の記載がないため、風土記編纂当時の播磨国全体の里数は不明で、あるが、和名類聚抄から仮定すると95里定になり、人口は約10万人となる。地名の由来を記した記事には、なためと呼ばれるようになったというような簡潔なものから時代が指定され、主人公が登場し、主格的に何かをなすというような説話的なもの、それらが連なって一つの説話を形成しているものまで様々である。記事において人名などが記されるのは、主格となる場合と年代を指定するための場合があり、東風土記においては、神、天皇、人が説話の主格として記されている。このうち、神や天皇が主格的に関わった地名由来の記事は、この土地は由緒のある土地だと主張する意図を持って収録されたと考えられている。他の風土記では、出雲国風土記は、神に関する説は、日立国風土記、肥前国風土記、豊後国風土記では、天皇などの人間に関する説は多く、収録しており、播磨国風土記は両者の折衷と言える。神が関わる地名記事では、神がその土地にいること自体が由来になったもの、神がその土地で何かをなす、例えば何かを言う、物を落とす、他の神と土地の占有を争う、荒ぶる神として人の命を奪うというようなものが収録され、それらにちなんだ地名であると説明している。登場する神は岩大神など在地の神が多く見られる。天皇も権威ある存在として神と同じような描かれ方をするが、天皇は基本的に播磨を訪れた巡行の体である。巡行の際に何かを言う、物を落とす、国見をする、狩りをするといった内容である。神の説話と天皇の説話には共通点があり、天皇に関する説話の中には巡行する神の伝承から変化したものもあると考えられている。説話内容には地域的な偏りが見られ、大まかに見て、播磨の南東部では天皇の名が記されている記事の割合が高く、北西部では神の名が記されている記事の割合が高い傾向がある。畿内に近い南東部では、大和王権に対する関心の高かったであろうこと、強い影響を受け発展したことなどが背景として考えられており、北西部においては、朝廷の権威よりも、播磨の独自性に重きを置く意識があったのであろうと考えられている。上記のような内容の差に加え、記述の形式にも若干の地域的な差が見られる。これらの際から、風土記における各郡は、過去、院並、箕面、飾磨、神前、卓雅、蒲生、揖保、三姿、肉乃木の3つのグループに分類される。この3地域の差が生まれた要因として2つの説がある。一つは、両政国としての播磨国が成立する以前の、明石国、張合蒲国、播磨国の各国づくりの勢力圏が関係しているのではないかというもので、その勢力圏の影響が風土記編纂の際に集められた伝承や資料に残っていたのではないかと考えている。もう一つの説は、採集された伝承や資料に原因があるのではなく、編纂する側の事情であろうというものである。加古川、市川、揖保川、千種川の各水系や街道などでつながった関連性の強い地域ごとに編集者を分担し、取りまとめた結果生まれた差であると考えるものである。一般的な人物が登場するものとしては、役人が関わった記事、人、集団の移住に関する記事が収録されている。移住や交流の記事が比較的多いことも、播磨国風土記の特徴の一つとされ、播磨国内の他地域や周辺諸国からの移住に関する記事や朝鮮半島からの記事もある。渡来に関する記述のほとんどは、揖保郡、飾磨郡の記事であり、播磨国での渡来系の遺跡、出土物の多くが、この2郡を中心とした瀬戸内海沿岸の地域で見られることと傾向として一致している。ただし、具体的な差と単位での一致はあまり見られていない。朝鮮半島関連で言えば、渡来神として描かれる、天日鉾命に関する説話も渡来人を象徴的に語るものとされる。事実としてではなく、神話として語っているのは、年月を経てその集団に、播磨への土着性が生まれたためであると考えられている。ありがとうございます。